大丈夫ですか皆さん、キリはカルビさん、ユッキーさん、フジモンさん、マイコグラさん、ニ色さん、リラックマ、パシフィックさん、ダイクさん、エイジさん、チチさん、ジージ、ノブさんありがとうございますスナックエンドウ豆って知ってる家で作った人にもらってさやがシャキシャキって美味しいなりねえ私それ昨日食べたかもコロボえ違うかな あのこのエンドマメをあげてるようなやつ食べたかも私もあれ美味しかったえでもマメがほんとなんかフライドポテトみたいになってるって感じだったんだけどジージじノブさんポップマスターさんグッチーマミシワさんアルピーヌさんアチーケリンスさんカンちゃんあさみさんポンさんさんヘビクボさん高星ハートさんたか、ハムちゃんさんケンスケありがとうございました。 稲荷さんダーシャハさんじいさん梶山さんトぎ、ありがとうございます <coughs> 夕飯食べ過ぎた苦しいあら何を食べたんですか私も昨日かいさんとご飯行ってもう食べすめっちゃ食べ過ぎるぐらいね食べました <laughs> 美味しかっためっちゃあゅ龍さんハロウィンの花嫁めっちゃくちゃ面白かったです あのやっぱ予習していった方がいいです多分あのいろんな人出てくるんですけどいや本当面白すぎてコナンもなんか1個目から見ようかなと思って映画本当ね面白かった北川さん村 P さんありがとうございますあファミ当たればいいなって村 P さんぜひ当ててくれたら嬉しいです 抽選になるんですけどね「剣介プチありがとうございます」「帽子甲斐さんとお揃いだったねちょっとだけ深かった」って甲斐さんそうそうそうあのそこのショッピングモールというかショッピングのとこに帽子屋さんがあってでそこでお揃いの帽子買いましたキャップ帽深かったんかなあのサイズ調整ねできるからねちっちゃくできるんですけど ピタリよ結構前髪が綺麗に巻かれていてそれくらいの長さがいないねおありがとうございますちょっと巻いてるありがとうコロボあやたかありがとう東京チケット発見してくれたんですかありがとうございます小馬金さんありがとうケンスケかわいいありがとうございます 東京のファンミが激アツすぎる。抽選当たりたえ。あれ、詳細出てたか？あれうちそれ見れてないかも。竹山のあのサイトというかツイッター載ってるのかな？そうそう、ファンミね。あの東京もめちゃくちゃね。暑くない。なんかほん今までにないぐらいね。皆さんとこうお話できそうなんですよね。ファンミ。ま1一人一人ね。色々あるんですけど、こうさんアリスさんありがとうございます。 ツアー大阪と名古屋発見しましたありがとうえありがとう嬉しいチケット見てるだけでちょっと幸せって言ってくれた大勝さんありがとうございますあそうだったんだすみませんね力政の時米反映されずってありがとうございました写真も撮りに来てくれとったよね虹色さんプチありがとうございます今日はダイアン吉日 チケット発見してきたありがとう、え、ちゃんとそれ何調べて、今日がいい日だと思ってチケットを発見してくれたってことすごありがとう、虹色さんゆういちさん、村、ちん、ありがとうございますファミの情報出たねって、ね、ちょっとまた見とくわそう、いろいろね、みんなと話し合いして決まった内容ですね、今回 なんかさらに眩しくなっちゃったなギノクロさん、ヒロキさん、リュウさん、リュウセイさんだありがとうございます昨日夜は台風並みに風がすごくて寝れなかったあら本当風強かったですかそうか確かに一昨日ぐらいか私もなんか窓がバンバン言ってたな風で あさやごと食べるタイプなら違うかもコロボあれそうなんだ食べてみたいなまー、あ、ちゃん甘党さんありがとうございますあそれ買ってる甘党さんサンマルクのチョコクロチョコレートドリンクねめっちゃ気になったから買ってるけど今日違うの用意してきちゃったまた飲みますお供でまー、あ、ちゃんとききさんロッピーさんありがとうございます あら、乗るべき電車が遅れてるのでって電車が遅れとるん雨でとかかなあ、えっと、大文字のかなさんこんばんは、はじめまして来てくださってありがとうございますさとしさん、ありがとう、今日も今日は暑くて半袖でも汗だくになったうそ、天気良かったね、今日 HK さん、おひつりさん、ありがとうございます。今日は見上げる感じ。見上げるが、そう、確かに今日正座してなくて私、今日体操座りでね、配信してるんですけど、これをね、角度変えれるから上からやってます。おさぴーさん、かわいいジョコ、ありがとうございます。トギプチ ありがとうあそうだ五等分の花嫁の映画が始まるんですよね5月20日からいやなんかね昨日映画見に行った時にそのチケット発見するとこで五等分の花嫁のねとこなんかポスター貼ってたから映画化されるの知らなくてそうなんやと思ってで私2期途中から見れてないよね ご当分の花嫁。ベクポアさん、コエポンさん、ありがとうございます。え、今日はワールドトレが宇佐美、宇佐美先輩だっけの誕生日？え、そうなの？すごい。<笑><笑>最近さ、最近本当にね、これ。 マジな話をするとね配信でくしゃみが出るようになったんですよ今日私まだ一回もくしゃみしたしてなくて昨日も一回もくしゃみしてなくて一昨日も一回もそれ以外でくしゃみしてないのに配信始まって喋り出すとくしゃみが出るっていう <laughs> これ信じてほしい本当に配信以外で出ないのにね 昨日ねあれと思ったんだよねだからなんで配信で出るんだろうと思ってすみませんくしゃみ失礼いたしましたケスケセミありがとうございます当たれば携帯に話しかけてる姿がついに見れるんだあそうあそれ載ってましたかそうなんですよファンミーティングのねあの私の出し物というかがあの公開配信この配信を公開で配信するっていうファンミーティング 初めてやるんですよね多分なんかそういうお題にしてやるっていうのがだから今までねあのオフ会とかしててねそこであの私がどうしても配信時間があるからってなってその場でこう配信ゲリラでしてみたみたいなのは何回かあった今までけどちゃんとこうみんなで見てもらう配信って初めてというかそうなのよ 見てほしいと思ってうやみさんありがとうございますようちゃんありがとうローマ字のマスさんもあ、ファンミ待ってますスコールさんこんばんはありがとうございます東京のチケット先行発売で購入したけど番号悪すぎてショックでしたえ、そんな悪かったの えー、そうなんやえあれかな先着順とかになるんかな違うかそうそう大工さんひなぼうショールーム配信の生配信ですねファンミ何人ぐらい当たるのそこ聞けてないよねポップマスターさん野菜炒めさんありがとう宮師さんキュウイーンさん成りたまーさん フジモンさん「セミとカウント」ありがとうございますあ大泉さん「霧の二味」あ二味行ってたんだ今日大泉さんありがとうございます日奈さんの撮影を思い出しましたって言ってくださっとるあそうだ二味でそう撮ってくださったもんな二味行ってた行かれてたんだ え、でも今日天気めっちゃ良くなかったですかあきえもんさん、いらっしゃいえ、ようちゃんあのキャップいいよね、あやかさん今日きいちゃん会えるよ今キャットタワーの上で寝ててさっき多分ちょっと撫で回したんでちょっと鼻がジュビジュビになっちゃったあ、のぶさんありがとう名古屋で会えるの 会えるんですね楽しみありがとうございますピルクルありがとうピルクルえポップマスターさん抹茶フラペチーノが好きなのスタバ抹茶フラペチーノって美味しいちょっと気になってた抹茶系私あ,あんま飲んだことないんよねスタバでよく売ってるけどラテとかなんか甘いんかなと思ってユッキーさエイジさんセミ ありがとうございます今日もドナルドさんセミありがとう今日もマサミュラさんありがとうございますありがとう <laughs> 大将さんセミありがとうございます今日は去年の夏に養子になってくれたあ長女みほちゃんの我が家で迎える初の誕生日えおめでとうそうなんだえみほちゃんえ 美しい桜って書いて「みほちゃん」って読むのえめっちゃかわいい読み方とかえおめでとうございます。ハッピーバースデイトゥーユハッピーバースデイトゥーユハッピーバースデイディア・みほちゃんハッピーバースデイトゥーユ おめでとうございます。みほちゃん、何歳だろう。みほちゃん。<laughs> 配信アレルギー <laughs>。それはない <laughs>。ないんだけど、多分喋ることによって、なんか。いっぱいなんか。吸い込んじゃうからかもしれんけど <laughs>。普通にこう息してる。時は大丈夫なんだけど。なんでだろう <laughs>。村チンプチ、ありがとうございます。 あ友達ゲーム見てない面白いですか花ちゃんなんかちょっとドロドロ系よね多分お話が「あチョって大工さん <laughs>「あっって太陽を見るとくしゃみ出る人はいるけどあほのぴですねほのぴ太陽を見たらめっちゃくしゃみしてるいつも。

うん、サカピさすごいえー、めちゃくちゃすごいコナン全部見てるのえいや私さ次何やったっけ根性の根性のなんだっけあれ見たいよねなんだかなあの予習の時に私「ヒーローの弾丸」ってやつも見ててでねその時さめちゃくちゃねあの知らない人ばっかり出ててね 予習したらよかったってその映画も思って今回はね今回の映画はめっちゃ予習したでひなわさんの前でみんながスマホ持って配信に参加するのそうだね見たい場合はさとしさん見たい場合はスマホ持って配信見てもらう感じになるかなカタカナのやっこん ジョージアさんありがとうございます。そうそうそうボンさんそうですラジオの公開収録みたいな感じそう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 。鳥ちゃんさん山下さんありがとうのりたま恋してありがとうございます。あ早いねグッチーフルだありがとうございます嬉しい公開配信でもフルするぞってありがとう <laughs> 嬉しい <laughs>。 リタマ風船ニコちゃん風船に結婚してありがとうございますめっちゃくれてるスコールさんこんばんはトゲセミありがとうございますアントワーヌさんマダオさんありがとうコウタロウさんにムラチンセミありがとうございます今日もほのちゃんの写真集楽しみでね,ねめっちゃ楽しみなんかオフショット見せてもらおうかなハノピに。 秀樹さんフル、る <laughs> ありがとう今日も。光る流れ星に届けきっと毎日がハッピーデイズ。ありがとう。佐野ピアノさんありがとうございます。えー、ごえモンさんありがとう。え抹茶フラペチーノめっちゃ美味しい。 どんな系の味なんやろな、結構苦味もある系なのかな。小籔さん、セミ、ありがとう、セミとカウント。あ、魚住さん、団子のとこも行ってたんですか。めっちゃ制覇してる。お団子のとこ、いいですよね。よけむり。カフェ。英樹さん、流れ星、ありがとうございます。 かくさんよしんこありがとうおめでとうみほちゃんみほちゃんおジじゃんじゃん隊長レインボースターありがとうございますケンスケフルー <laughs> ありがとう今日も今日とってオータムさんあピンクのあの風船ありがとうございます隊長も青いワンちゃんの風船 買ったらいいんだけどね。ありがとうございます。え、なおさんにささんありがとう。チケット全公演買ったけど、どれ行くかは調整中ってすごい。ありがとう。のぶさん、フル <laughs> ありがとうございます。 何でもない顔で興味のないふりして伺かがってる姿散らしてるの捕まえてほしいの強引なくらいでちょうどいいのよ気づいてマイラブありがとう、はあ大将さんレインボースタージョコもいただいてありがとうございますすごいありがとう キングジムキングダムかなトゲキングダム見てないけどあの昨日見た映画のね予告で出てきてめちゃくちゃ気になったキングキン,キングダムだよね多分もみしばさんプチありがとうございますみほちゃんに <laughs> バースデイひなハッピーで幸せな一年をプレゼント 幸せな1年になりますようにのんびりしたいねんさんあきやんくーちゃんありがとうございます楽しい時間を過ごしたようで何よりですいや本当楽しかったしあのお店もチョイスしてもらったお店に行ったんですけどめちゃくちゃ美味しかった本当また行きたいななんかねいちごのカプレーゼとかねちょっと本当おしゃれないよあのメニューがいちごサラダとか ウニのオムレツとか食べたローマ字のマサさんフル <laughs> ありがとうございますフルドロドロ系だけど主人公 VS 裏切り者の心理戦と頭脳戦がワくクワクするなるほどねあのあれあの弾丸論破みたいな感じってことか勝負さんありがとうございました フィストそれそれそれフィストってものは拳じゃないんだえ友達ゲーム」って主題歌水木奈々様が歌われているのえめっちゃ聞きたいんだけどありがとうおすけさんかくさん嬉しいありがとうございますアリスさん 来ポンが M リーガーになったら連続配信難しくなるのがちょっと心配それはね M リーグに M リーガーですよね慣れたらね毎日配信は難しくなるかもしれないですねけどそこまでの道のりの方が難しい気もしますけどその来年までにっていうことがね 白ウサギさんこんばんは。ありがとうございます。おさっぴーさん、レインボースターありがとう。マッツカッツさんありがとうございます。おひつりさんバラありがとう。木下洋介さんありがとうございます。秀行さん、オンプ流れ星ありがとうね。はるかさんありがとう。こうじベイビーさんありがとうございます。虹色さん、ニコちゃんの風船。 ありがとう萌うさん初めましてかなありがとうございます来てくださって花粉をブロックさん素敵な名前ですねこんばんはそこつものさん初めましてかなありがとうございますはっけんちゃんさん根性のフィスト見たんですかどんな話あったんやろうさやえんどうさん ありがとうかんちゃんフル <laughs> ありがとうかんちゃんケンスキ流れ星ありがとうございますおは <laughs> リラックもありがとうミラボいただいて <laughs> いつも最近はカラオケ始まる前寝てしまうんですねということで先にミラボいただきましたありがとう <laughs> ダーシャーさん、サイリウムありがとうございますノブさんハートキュピありがとう大将さんフルー <laughs> ありがとうございます大将さんあっ17歳さんなんやということは高校2年生さんってことですかえー、そうなんだしかも花のセブンティーンだそれは楽しい一年になるぞ えー、嬉しい美穂ちゃん美穂ちゃんタイトラが好きなんだ嬉しいなミッションコンプリートするまで Can take my eyes overview 君の瞳に恋してるかもっていうかハートショットが持ってるありがとうお仕事行ってらっしゃい。 ありがとうございます20歩おちょっと遅れてる大地さんこんばんはありがとうございますあらくうちゃん嬉しいわねふわらぶが流れて泣きながら掃除してしまったで、ね、しかも偉いわね掃除ありがとう えー、すごい大根にこだわりがあるんやねその方今日うどん食べてたら自前の大根をその場でおろして自前の醤油をかけてうどんに入れて食べてる人いたいやそれは家にもう食べきれほどの大根があったか大根へのこ,こだわりが強い人かどっちかやねとうさんセミカウントありがとうとうさん 嬉しいアニラジさん、ノムさん、こんばんはありがとうございますスケさん、カクさん、カウントありがとうナオさん、ニーサンさん、フル <laughs> ありがとうございますひなおちゃん、エベレストフード行きましたよお,おかわりは無理でしたカレーかコーヒーのとよろしくあら、エベレストフード行ったんですか美味しかったやろうえ、あるカレーあ 「君に大きめ聞こえかもねあわあわ」あつあつ「熱々なあなあなな」「煮込んだカレースパイスひとさじ刺激ちょうだい」「辛口じゃなく今日は中辛なの」「大人味なの」あ違うが甘口じゃなくだ。 カレーの曲あったわ、軽音で。みひろさん、こんばんは。ありがとうございます。なおさん、にいさんさん、お疲れ。個もありがとうございます。あら、たくさん。大勝さん、フる。<laughs> ありがとう、大勝ちさん。嬉しい。えいじさんもフる。<laughs> ありがとう、えいじさん。空を飛び越えて。 僕を迎えに来てよ三千光年の遥か向こうスターダスオーバブローありがとうポンジュママさんこんばんはありがとうございます フルカモありがとうありがとう <laughs> あそういえば「グエカモ」思い出したけど竹山点五今公式 LINE ができててであの QR コードで、ね、読み込んでもらったら友達追加できるんですけど昨日までは何を送っても同じ返事だったんだけど今日ちょっとメッセージ送ってみそう変わっとるから。ななんんかメンバーのみんなが なんかいっぱいばあってこうどれが送られてくるかわからんけど <laughs> なんかメンバーみんなで買いといたんで <laughs> ちょ何でもいいから送ってみてくださいメッセージ竹山三点五のライ <laughs> ン藤本さんもあユッキーさんも降るだありがとうございます。<laughs>

ありがとうございますあ、これ取れちゃったいい取っとこかありがとう、天使のクマジョン。おしつりさん、ハートきっありがとうパシフィックさん、レインボースターありがとうございます豆柴さん、フルありがとう、豆柴さんありがとうねお、家族思いのみほちゃんにあやかさんのおかえりのサビ おかえり ,I'm home, 一言で満たされる心。おかえり ,sweet home, 帰る場所へ、愛をありがとう。ありがとう。とうワンガーさん、セミ、ありがとうございます。 この配信見てくれてる最年長の方は何歳なんだろうな。確かに。何歳なんだろう。え、私もわからないです。<laughs> 我こそは。最年長。いますかね。ボスさん、ありがとうございます。あら。どんな話か忘れた。 そうよね「根性のフィスト」結構前よね多分3年ぐらい前かな HADO さんありがとうございますカモシカさんありがとうこんばんは奈緒さん23さん,さん音符ありがとうございます今日仕事で四国中央市行ってたら「日本一周中」って人いたえー、すご YouTube で配信してるみたいでえー、それすごい人なんやないん どうしたサカピーさんじいじフルーありがとうございます今日自販機でお連れ50円玉を狙ったら全部10円玉で出てきたよしんこね<笑><笑>なるほど50円玉をもらいに行ったのに10円玉5枚出てきたよってことねいやそれ地味に地味に落ち込むよねあっ50円玉が良かったのにって時よねそれ余震庫サカピーさん ロビーズさん、フル。ありがとう、ロビーズさん。見た目はひな方、くしゃみもひな方、そんなは。竹山さんっていうか、こ竹田ひな方。え、なんか弱そう。くしゃみもひな方って。トゲフル。ありがとう、トゲ。六月初え、ひ、はつ愛媛の私に。これ食べて。食のおすすめ。そうだな。うん。やっぱ。 愛媛の郷土料理何か食べてほしいな五色そうめんとかも有名だしタイのお魚はタイがめっちゃ有名だからねやっぱりあの宇和島風みたいにお刺身のせて卵のせて食べる鯛めしもいいし普通に炊き込んでるやつも他と違ってめっちゃおいしいよあよ炊き込んでる鯛めし。 から普通にね、タイをおすすめですあとね、中華 <laughs> 中華料理屋さん多い気がする、なんでかなんかね、いっぱいあるおさっぴーさん、こえぽんさん、サイリウムありがとうございますあ、大工さん、カウントとフル <laughs> ありがとう、カウントとフル 愛媛のファンミーティング当たりますように当たりますようによしんこ大工さん<は>えもうあれかな抽選されてるのかなおランダムで帰ってきますか虹色さんなんて帰ってきたあ村ブラチぐグエグエって帰ってきたそれ私 <laughs> それ私ですあのりたまメッセージ送ってくれたパターさんありがとうございます <laughs> <laughs> あの小れさん「いいよ」っていうやつ入れてもらうの忘れたわえ <laughs>、ね、いいよ」入ってないポップマスターさん「フルー」<laughs> ありがとうフルーしてくれて今日もわそうくうちゃん「ふわふわラブユー」を何かの CD のボーナストラックでもいいから入れてほしいですねって。 あの曲で、ね、形に残したいです私もおさぴーさん流れ星ありがとうねポンズママさんカウントありがとうございます今日も「きゅうり食べたい?」って言われたそれ絶対ほのぴーじゃん <laughs> 絶対ほのぴーじゃんそれ。 カタカナのオッキーさんこんばんはありがとうございます30分あコロボ30分だったかミラーボールが投げられて pc が止まってやっと最近 <laughs> あっ重くなっちゃったってこと大丈夫かコロボおやすみありがとうございますすとんこさんセミありがとうすとんこさんあリラックマそれ私じゃんすごいリラックマにぐえぐえが届くとはりゅうさんフルありがとうございます <laughs> さんありがとうハロウィンの花嫁もマリエル花嫁も会いに行く <laughs> 真実真実真実は真実はいつも一つ一つ <laughs> この前ラジオで言ってたギターのレスポールが25万が5万で買える店教えてください <laughs> 私も教えてほしい <laughs> でも麦ちゃんがいれば大丈夫ノイチさんこんばんはありがとうございますくうちゃんが最年長カタ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 ってなってるんだけどもしやお本ほんとさん最年長かと思ってたのぶさん ひなごちゃんのおじいちゃんではそうかもしれんねひなごちゃんのおじいちゃんかもしれない <laughs> ヤマピーが確か2090歳ですね<笑><笑><笑>ぶち抜けてて面白いわあまアントワーヌさんフルありがとうありがとうアントワーヌさん「面探偵コナン映画はおろかテレビアニメ1話も見たことない本当 えそれ一回ちょっと見てみたら映画えなんかすごいね本当深いし話が面白いんですよえ本当ボブマスターさん俺が最年長の可能性かなり高いと思うてえあそうなんだ馬娘マスターアップデートするよってユキイさんが知らなかったムラピーさんふる ありがとうございます。今日もありがとうございます。りゅうさんハートキュッピーありがとう。おさっぴーさん、フルありがとう。おさっぴーさん、今日も昨日は配信後寝落ちして。朝まで。遅刻えフレックスでごまかしたけどえ大丈夫？遅刻したーって。そうか、寝落ちってさ。あのアラームかけ忘れちゃうもんね。 そそうそうようちゃんほんとカウントありがとうあやかさんほんといろんなお店し知っててね昨日もめっちゃおしゃれなお店ね連れていってくださったのよ若井さんプチとカウントありがとうございます若井さんひなおちゃんの行ったカフェ行きたいん今まで行ったことあるカフェってことにじいろさんそうそうさとしさんスケロクねスケロク美味しいよ あ、ピルクル、今日もフルーツありがとう <laughs> ありがとうございます嬉しいあワンガンさんトップランカーの星いただいてるありがとうありがとうございます星いただいてるーわーいすごいありがとうあのりたまが抽選5月1日からって言ってくれてるわありがとうのりたましかもファンクラブ限定となっておりますのでこ そうファミになるのでね若いさんかわいい10個ありがとうございます <laughs> サカピーさんそれ多分ハルポンだ納豆キムチご飯と来たので納豆菌いいですねって返しました <laughs> 面白いえみんなの返し見たいんだけど本当に見れないのよね若いさんかわいい10個もありがとうすごいありがとうございます。 あ、コ太郎さん、フルありがとうございます <laughs> ありがとう、コ太郎さんおしつりさん、お、だるまありがとうございます嬉しいありがとうなかさんさん、こんばんはぶーちゃんさん、ありがとう、こんばんはありがとうございますあ、オールナイトハルポン回目が見れてないまだ二回目が、ん あのくらいゆるい感じファンクラブっぽくてすごくいいねって1回目と同じで、じで質問を受け付けてたのかなめっちゃいいよねはるぽんのねあの話し方がすごく好き私ラジオとかにも向いてるなって思うゆったり聞いてられるクラッシャーノブさんありがとうハラメタルフル ありがとう。ございますありがと LINE メッセージしたら「やめるんだハラメタルンマン」でめっちゃ笑った<笑>それ私やハラメタル。<笑><笑>めっちゃ面白いやん。ハラメタルハラメタルマンってめっちゃ強そうじゃん。ええすごぴったりやん。あっドスコイだったそれ絶対ほのぴじゃん。お一つりさんだるまありがとう。 あ、こえぽんさん、フル、ありがとうございます。<laughs> ありがとう、こえぽんさん、嬉しい。えっと、えっと。<laughs> 西いろさん、今夜はミスってフルできないので、ラインでぐえぐえいただきました。ぐえぐえ出ましたか。 カズさん浅はかなヒーローさんいらっしゃいヒーローさんカウントありがとう猫さんおセミありがとうございますなんとお外にいるんですか気をつけてねすみっこ暮らしの映画も深かったあそうらしいね友達から聞いたわポンさんそれすみっこ暮らしねちょっと前にやってたよね映画ヒロくんおかえりなさいお仕事お疲れ様 おさっぴーさぴん花束パサありがとうたくさん私が知る限りまー、あ、ちゃんが最年長あまー、あ、ちゃんまー、あ、ちゃん最年長かな大工さんえポンズママさん嬉しい LINE 登録ありがとうございますなんて来たんだろう私は携帯3台と目覚まし時計ですが30分以上起きられません <laughs> え <laughs> ?4 台かけてんの一気にもうそれは隣の人まで聞こえとるよ多分バンクーバーさん。携帯3台と目覚まし時計一気になってたらもうさすがにお金 そうアメヤさんファンミの告知にアルバム特典のサイン券消化できる的なの書いてあったのそうなのそれがねまだね持ってくれてる人がいるのでそれをねあのやっとこう使ってもらえる時がその時にある、ね、フ,ァンあとファンミーティングの時に是非とも遅くなりましたね。 天気がいいけんお散歩しようでしたあ、ポンズママさんそれは多分春ポンだな <laughs> いいねいいねリラックマフルーありがとうございます <laughs> ありがとうリラックマまだ起きてるわグエーってまだあ、なるほどねありがとう起きててくれてヨウちゃん結婚してありがとうなおさんニーサさん花束おさ。ありがとうジョッコモ もするか澤さんが弟と同い年ノブさんのおいらはそれより上なのは確かですそうだねお兄ちゃんなんだノブさんほ、そしたら私のおじいちゃんぐらいかもノブさんゆいさんこんばんはありがとうございます 2回目はさらにゆるいつくたんがなんか喋ってるえっつくたん登場してるのえっめっちゃ聞きたいやんそれワンワン言ってるのかゆいさんこんばんはひろくんプチと明日もお仕事頑張ってねファイトー一発あきらさんこんばんはありがとうございますおひつりさんこばんありがとうこばん海道せんごろうさんこんばんはありがとうございます みひろさんこんばんありがとうございますあ、あ、あ、飛んじゃった飛んじゃった若いさんたんぽぽ十個もありがとうございますたんぽぽ十個みんなに返信してて忙しそうやなってそうやろにいさんさんありがとうこんばんは あ、おかむさんほぼフルタありがとうございます。ありがとう。おかむさん、ウニのオムレツ、これ破壊力抜群ですね。えそう。優勝してた。美味しすぎてね。びっくりした。本当にあ写真見ます。あ、そうだ。写真載せたら聞こえなくなるんだった。いや、ほんと美味しかった。オムレツウニがね。ポーンって乗ってるのよ。レッツさん、ありがとうございます。

はじけそうなんだありがとう5分違いでスヌーズにしてあって繰り返し繰り返しなっては消しにいってるあそういうことねいっぺんになるんじゃなくて5分違いでボンボンボンボーンってなるようにしてるってことねなるほどああ確かにいろんな場所に置いてたら動かんといかんもんね きーちゃんまだや出演したのわどうだろうのりたま10秒動画と私物サイン使えるのでそれ持ってくれてるやつは使えると思うその剣的剣,剣的なやつはあんさりがとうございますだから少しくらいわがまま許してよなんて言わないけど分かってほしいの ありがとうろけるさんセミありがとうございますあ何無音目覚ましっていうのがあるのいづきゅ私もさめちゃくちゃさなんか周りに人がおる中で目覚ましかけれん状況だったらえどうやって起きたらいいのってもうそれでさ不安すぎて寝れないんだけど逆に。 なんかそういうのがあったら嬉しい無音目覚ましってとろけるさんせんみありがとうございますヨッシーさんハートありがとうきょピぴてるてるさんふるありがとうてるてるさんやくふるありがとうやく嬉しいですだるまレンジャーもありがとうございます トモティーナ行きましょう。カノウさん奥様今日もフル <laughs> ありがとうございます。そしてからのダルマレンジャー。ありがとう今日もぬくもりさんに竹山めいメさんもフル。<laughs> ありがとう今日も嬉しいです。ありがとう。あカノウさんそれ私あなたによしんこ <laughs> ヨシンコ。ヨシさんハットピッたくさんありがとうございます。 おやぼんさん音符ありがとうねおさっぴーさんバラありがとうございますなんか外の風の音が怖いあそんなに強い風あれ風強いですかようちゃんかわいいねありがとうありがとうございます 達野倉さんこんばんはありがとうね達野倉さんおしつりさん可愛い,いありがとうございますあ腕時計の振動アラームがありますよ新幹線の時はやってますえ <laughs> めっちゃいいなんかな,かなアプローチならあるからそれつけとちょっと探してみよう。 電流流して起こしてくれる目覚ましあるいやそれは中森さんなんかそれが気になって寝れん気がする <laughs> あしかも体調で起きやすい時間に反応してくれるみたいええ何えそその時を感知してくれるの腕時計でええっと肘肘よねこれ肘ゴリラさんありがとう今来てくれて。 もう目覚まし詳しくって、ね、あの振動で起きるようにしてくれるやつがあるらしいです。若いさん、ニコちゃんの風船、かのんさん、だルマレンジャー。こて、ありがとう。ありがとうございます。お、未来さん、ありがとうございます。大文字の。ライブの日は起きれる。あら、嬉しいわ、りゅうさん、それ。でも、私もそうかも。よし。 枕が振動して音楽鳴るタイプある。ってこと枕からスピ枕スピーカーになってるの <laughs> それは <laughs> なるほどねスピーカー枕みたいな <laughs> それは <laughs> ちょっと体感してみたいね。アムラチンおやすみありがとうございますでは今日のお供今日のお供はねこれは何か新しいのかな クラフトボスのダブルホワイトラテっていうちょっと甘そうだね色がちょっとカフェラテカフェカフェラテっぽい感じで,でダブルのホワイトだから結構ミルクが入ってるかこれ飲みたいと思います とろみがあって音フェチがあんまできんかった音もある方一緒に乾杯あ、美味しい結構クリーミーな感じだねなんかとろとろみがあるというか 甘さはねでもそんなに甘くないかもだからなんかすごいいいバランスおいしいしかも私これぐらいのサイズの飲み物めっちゃ好きだからちょっとちっちゃいやつすごくいいですうんおいしいじゃあきなこきなこ な何,何 ここにおったんよいしょきなちゃん <laughs> 出番です、きなかきなかももう今年の夏で5歳早すぎるえ、5歳よねきなかちょっと ちょっとだけ出演してくれるあ、ひなこもういいやほな、バイバイしてバイバイはい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 、ひ、はいはい、なこでした <laughs> はい ランキング見していこうかな。今日も。よーし？今日？bg もありませんか？13位秀行さんありがとう。秀行さん、壇上いつもありがとうございます。12位パシフィックさんだ。ありがとうございます。最近めっちゃありがとうございます。来てくださって。 十一位ようちゃんありがとうようちゃん誕生日ありがとうございます今日もありがとう十二位小山さんありがとう小山さん嬉しい今日もありがとうございます九位のりたまありがとうのりたま九位ですたくさんいただいてありがとうございます八位リラクマありがとうリラクマイェーイありがとうねたくさんいただいてラッキーセブンおしつりさんありがとうおしつりさん嬉しいいつも誕生日ありがとうございます。 明日日はいいいになるぞい6位若いじさん若いさんありがとう6位ですいつもなんじゃありがとうございますそして5位、えー、ジャーニゃン隊長隊長ありがとう嬉しい今日もありがとうございますお疲れいしょ4位おさっぴーさんイエーイありがとうおさっぴーさん嬉しいです今日もありがとうございますたくさんそして3位ワンガンボーイさん ありがとう。さいです。いつもありがとうございます。そして2位。あ、ボンなおさん、233おおありがとう。すごい！いつもありがとうございます。2。そして今日の第1位アボン大将さん、イエーイ <laughs> 大将さん1位ありがとうございます。そして、みほちゃんおめでとうございます。 ありがとう1588名様たくさん来てくださってありがとうございます毎日配信やってるのでよかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです今日もありがとうシェイシェイ <laughs> では ニュュル最後カラオケー曲歌って終わりたいと思いますので何でもリクエストしてくださいリクエストタイムよーいスタートあみひろさんセミありがとうございます嬉しいありがとうにじいろさんかわいいありがとうねこいぽんさんもかわいいありがとう。 もくるくるありがとう、伊月。待ってます。サランヘよ <laughs> サランヘよカムサムニダ。ニュルニュル。ゆイさんのチェリーオールアンドウィズユー。葛飾ラプソディー。田舎出した。もう安心しきったろきなこそれ。そこで。オーケストラ。 海水トッピーバースデーソングおいいよねその曲も人とようさんうんと幸せあなんか素敵な曲名だわからんのじゃけどプリテンダーあんちゃんさんこんばんは「タイムゴーズバイ少女 A ダイヤモンドクルパーース」あありがとうしんいち お仕事おお疲れ様お仕事のなんかフルしてくれてる <laughs> ありがとうしんいち帰り気をつけてタッチ22歳の彼プロミス・ザ・スタ・ユー・アンド・アイヒロイン月見なんでもないよミカンハートドント・セイ・レイジエバーラスティング・ギルティ・クラウアララの呪文オンリー・マイ・レロが私の声をホッチキス君はずら 奏で気分上々オースサインボーイフレンドご飯はおかず何度目のそらか心なしノスタルジアうん <laughs> 村上さんハローありがとう不器用太陽瀬戸の花嫁つぼみありがとうございますリクエストトラブルタカスタ いやちょっとみんなに「配信アレルギー」って言われたっけ <laughs> くしゃみしたらつぼってしまうわ。 では <laughs> 今日はこれにします。<music> ありがとうございます今日は松田聖子さんの「赤いスイートピー」という曲でしたリクエストありがとうあてっちゃんてっちゃんミラボ2つもいただいてリラックマおオサピーさんリラックマありがとうねミラボいただいてましたありがとうございます秀幸さんオサピーさん拍手ありがとうございます とノブさんに、あおちゃんさん。若井さん。秀行さん。あ、ぽんさんさん。おさぴーさん、ありがとうねー。たくさんいただいて。それでは、今日も。夜遅くまで、ありがとう。また明日、お会いしましょう。おやすみなさーい。ありがとう。五、四、三、二、一。お疲れー。おつひなー。